というわけで、喋り方から気づく方もいるかもしれないけれども、私は滋賀の出身じゃなくて、島根県っていう、どういう方が。嘘や、島根。嘘。嘘や、島根。うわー、イエーイ。増田、増田。私、増田氏です。横田ですよ。横田これ取った。地元トーク。うわ、びっくり。これ、何万分の何の確率なんだろう。増田、君の名はの主題歌が流れてしまう。全然センスが流れてしまう。ピック挟めない。まあやってて引っ越すの。というわけで、まあ飛んでしまったけど、増田っていうところの出身で、すごい。こっちに学校の関係で、全然挟めない。学校の関係で来てから、あれしてます。そんな感じで。もう社会人で。高校どこだ。高校、マスター高校から松井北に行ってきました。エリートやというわけで、次の曲はオリジナル曲で、この季節いいかな、ホットココアという曲を作ったんで聴いてください。D から始まります。 D です、4番目。 D は何が得意の曲です。目を閉じてつぶやいた私に向けたその言葉、たった一秒それすら見たないその一瞬が好きだった。知らない顔して笑った、恋なの何にだってなんでいるよ。特別はいらないの、あなたのそばで幸せはないわ。そうでしょう。不安とか後悔とか少しの期待も詰まってた。部屋に今はもう一つあなたの匂いが残ってる。もう引っ越した心のマグカップもう少し散らかったままでいさせて。
身に敷いた天気予報によると明日は雨らしい。ありがとうございました。